不飽和体、毛管水塩地下水面、そして耐水層不飽和体あるいはベードスゾーンとは地上から耐水層の上端までの地下の範囲である。すなわち地表から地下水面までの範囲である。ベードスはラテン語の浅いという単語が語源である。不飽和体の水は大気圧よりも低い水筒となり、吸着あるいは毛細管現象によって保持される。不飽和体に土壌が存在するときには、土壌中の水は土壌水と呼ばれる。対流度では地下水位よりも上の大気圧よりも低い圧力の場所で、毛細管現象によって土壌が飽和することがある。このような地下水面よりも上の飽和した領域を毛管水塩あるいは毛管上昇体と呼び、不飽和体は毛管水塩を含まない。不飽和体中の水の移動は土壌物理学と水文学、特に水文地質学で研究され、農業、汚染物質の移動、洪水調節の分野で重要である。リチャーズ式が水の流れを数学的に記述するためによく使われ、リチャーズ式は一部、ダルシーの法則に基づいている。耐水層への水の供給として、重要な地下水管用は、一般的に降雨によって、不飽和体を経由して、地下水に到達する。不飽和体は、地下水面よりも上の地下の部分である。不飽和体の土壌と岩は、間隙中に、水だけでなく、空気を含む。湖沼のように、不飽和体が存在しない場所もあり、乾燥地では一般に不飽和体が数百メートルに及ぶ。耐水層とは異なり、不飽和体の水は人間が容易に使うことができる水資源ではない。しかし、不飽和体の土壌は生物圏に水と栄養素を供給する非常に重要なものであり、農耕、建築、廃棄物処理において大量に利用される貴重な資源である。水文学では、不飽和体はしばしば地表面から耐水層への水の移動を制御する主要因であるとされる。そのため、不飽和体は耐水層への間葉速度に強く影響し、地下水の利用と管理にとって極めて重要である。また、不飽和体はしばしば地下水に到達するまでの間に汚染物質を取り除く浄化装置であると説明される。この説明はある程度までは正しいが、より一般的な事実は、不飽和体中の水移動速度と化学反応が汚染物質が地下水に到達するのかどうか、到達するのはいつ、どこなのか、といったことを支配している、ということである。したがって、不飽和体の水の挙動を理解することは、人間が利用可能な地下水の質と量を知るためにとても重要である。洞穴学では、不飽和体における洞窟の道は、水が基盤岩を溶解するため、渓谷のような形となるとされる。完全に淡水した状態で形成された洞窟の道は断面が円形となりがちである。ありがとうございます。